関東地方は今日は晴れるところが多いんですけども、午後遅い時間からはにわか雨や雷雨の可能性というのも出てきます。まずはいただいたリポートを一つご覧ください。こちらはお昼前に川崎市からいただいたものです。ご覧のように、青空晴れてはいるんですけども、太陽の周りの虹色現象ハロも見えているという形です。こうしたハロゆっくり下り坂のサインといったような言い方もあります。これは上空の雲これがだんだん厚くなって天気を暗すということわざなんですけども、今日の場合はこの上空の雲がゆっくり厚くなるということではなくて上空の急激な変化で天気の急変というのが起こる可能性がございます。上空の気温の様子ご覧ください。5500メートル付近ですね、氷点下18度のラインがこちら、15度がこちらです。15時18時、この後の時間ですね、夜にかけて送っていくと、だんだんと、上空の寒気の方が南へ下がってまいります。割と急激に上空の寒気が入ってくるということで大気の状態が不安定になりやすいというのが、これからの特徴になります。実際の天気の流れこちらご覧いただきたいと思います。降水のシミュレーションですね、今日午後になりますと静岡方面などにわか雨が降りやすい状況、3時ぐらいになってまいりますとそのエリアが山梨に移ってまいります。その後ですね、先ほどの上空の寒気の強まり、それと相まるような形で関東方面に広がってくるといったような感じですね。夜の初めについてはそれほど動きないんですけども、22時以降ですね、こちらのシミュレーションでは少し関東南部の西側などで雨が降りやすい状況になっております。ただこちらですねシミュレーションによっては関東東京の湾岸まで雨を降らせるような傾向もありまして、少しこの水色になっていないエリアこの周辺のエリアにつきましては雨になるブレ幅があるというふうにお考えいただければと思います。最新の状況はレーダーなどでもご確認いただけます。スマートフォンアプリウェザーニュースなどもぜひご活用ください。